レシピを知っていればどんな料理も簡単です。ウーフーがお届けするクールなキッチンライフハックをお楽しみください。3人いるのに卵が1つしかないときはどうしましょう。生卵に小さな穴を開けます。冷凍庫に入れて、凍ってからお湯につけると簡単に殻がむけますよ。薄くスライスして焼いて味付けをしましょう。全員分の目玉焼きができました。凍った卵で時間とお金を節約できましたね。みんなハッピーです。こんなお寿司は初めて見ました。アイストレイにラップを敷いて、型の底に魚と薄く切ったアボカドを入れ、酢飯をのせます。黒ごまを混ぜた酢飯も入れ、ひっくり返しましょう。アイストレイでお寿司ができるなんて考えてもいなかったでしょう。デザートにはゼリーキャンディをどうぞ。砂糖 40g とマンゴーピューレ 155g をよく混ぜて火にかけます。水に溶かした大さじ1のゼラチンを加え、よく混ぜます。アイストレイの半分まで注ぎ、冷凍庫に入れます。マンゴーピューレと同じようにしてパッションフルーツピューレでもゼリーを作り、冷凍庫で固めましょう。アイストレイは氷以外にも結構使えるんですね。熱いコーヒーで火傷をしないようにすぐに冷ますには、冷凍庫に入れておいたスプーンを2つくらい入れちゃいましょう。凍ったスプーンですぐに冷めますよ。こんなに洗い物があるなんてもう嫌になっちゃう。シンデレラ、さっさと仕事をしなさい。フライパンが残っているのに洗剤がもうありませんね。そんな時のためのライフハックです。歯磨き粉で洗っちゃいましょう。フライパンのギトギトがきれいに取れますよ。おいしいものが食べたいな。でもちょっと変化も欲しいな。大きなポテトを串に刺します。スパイラル状にカットし、串いっぱいにポテトを広げましょう。塩コショウとパプリカをサラダオイルに加えてポテトにかけます。395度のオーブンで30分焼きましょう。うわー、こういうのが食べたかったの。いつものベイクドポテトだけど、スパイラルカットで見た目がとってもいいですね。あー、熱い。お水よりリフレッシュできるものはないかな。ライムを細かく刻みます。アイストレイに入れて、刻んだレモンも入れましょう。フレッシュミントも入れて、水を入れて冷凍庫で固めます。トニックウォーターをグラスに注ぎ、シトラスアイスキューブを入れます。これなら5秒でレモネードが作れます。
美味しいリフレッシュができますね。どうやったら上手に目玉焼きができるの？このライフハックを試してみましょう。玉ねぎをカットして、真ん中を取って大きなリングを作ります。油をひいたフライパンにオニオンリングを入れ、卵を割り入れましょう。まん丸卵をきれいに焼いて塩コショウを振って、これなら目玉焼きコンテストで一番になれそうですね。うわ、この電子レンジ掃除しないと。いいアイデアがありますよ。レモンに四角い切り込みを入れ、中を柔らかくしてジュースにします。レモンの中にウェットティッシュを入れ、レモンを染み込ませましょう。このレモンティッシュは嫌な匂いを簡単に取ってくれますよ。電子レンジも綺麗になりました。今日はお客さんが来ますと言っても何も出すものがないな。こんな時には 200g のダークチョコレートを溶かし、アイストレイの中に流し入れ、ピーナッツ、マシュマロ、エミネムを乗せます。冷凍庫に入れて固め、少し待てばみんなの分の大きなチョコレートバーが完成です。うん、おいしいね。このおろし金も古くなっちゃった。そろそろ変えた方がいいみたい。手伝いに来て。これは使えそう。缶のトップをカットし、側面に小さな三角形の切り込みを入れ、折り曲げましょう。野菜をすりおろしてみましょう。予想外に使えますね。これって僕のファンタだったんだけど。待って、これはもっと有効に使える方法があるの。トップをカットし、そこにも大きな切り込みを入れて広げます。きゅうりをツイストさせながら入れ、スパイラルにカットしましょう。なかなかでしょ。朝ごはんを食べる時間がない人へ、1分でできるカップケーキをどうぞ。牛乳1/2カップ、溶かしバター1/4カップ、小麦粉70グラム、砂糖70グラムをマグカップに入れ、よーく混ぜます。ココアパウダー大さじ4と、ベーキングパウダー小さじ1/2を加えて、電子レンジに1分かけます。ココナッツパインでデコレーションします。作るのも食べるのも1分しかかかりませんよ。一つでいいから食べてみて。本当に美味しいんだから。でも美味しそうではないですよね。バナナをカットし冷凍します。凍ったバナナをブレンダーにかけ、ココアパウダー小さじ1を加えます。わかったわかった。うん、おいしいね。あれ、どこ行くの？もっとちょうだい。クッキーの型がないなら
いいアイデアがありますよ。薄い缶で 2.5 センチ幅の輪を作り、いろんな形に曲げましょう。そしてクッキーの型として使います。すごい、ただの缶が大変身。キッチングッズの実験は成功です。好きな人のハートをゲットするには美味しいものが必要ね。ちょっと変わったパンケーキはどうでしょうか。ペットボトルのキャップを取って、温めた霧で穴を開けます。ボトルにパンケーキミックスを入れて蓋を閉めましょう。レース模様にして素敵なパンケーキを焼きましょう。私の勝ちね。いかがでしたか？経済的でおしゃれなキッチンアイデア、誰が良かったかコメントで教えてください。チャンネル登録といいねボタンをお願いします。ベルをクリックしてウーフーの新着ビデオをお見逃しなく。